2023年2月から YouTube のショート動画でも広告がつき収益化ができるようになります。また収益化申請の条件もアップデートされ、ショート動画だけでも勝負することも可能となります。ショート動画は通常動画に比べ、動画は短く自動で表示されるため、再生数やチャンネル登録者数を比較的容易に増やせるメリットがあります。今回はショート動画1本で勝負したい人や、通常動画との併用でより登録者数を増やしたいという、そういった方のために、ダヴィンチリゾルブでショート動画を編集する方法を紹介します。また編集だけでなく、YouTube にアップロードする方法も紹介します。実際にショート動画を作成し、アップロードするところまで丁寧に解説しますので、ぜひ最後までご視聴お願いします。ちなみにこのチャンネルでは、無料で使えるダヴィンチリゾルブのチュートリアル動画を配信しています。初心者の方でも安心して学べるように丁寧に解説していますので、ぜひ動画編集に興味のある方は、チャンネル登録よろしくお願いします。また、Twitter やノートの方でも役立つ情報を発信していますので、こちらもぜひ概要欄から登録をお願いします。今回紹介する方法は、バージョン 18.1 から導入された新機能を使って編集していきます。とても簡単にショート動画の要件である縦長の動画を作ることができるようになっています。この動画だけでもショート動画1から作る方法を学びますが、もし難しく感じる方は初心者向けに解説している動画があります。説明欄にリンク貼っておきますので、そちらからご覧ください。より理解しやすくなると思います。ショート動画とは、文字の通り、短い動画で60秒までの長さの動画になります。スマートフォンをターゲットにしているため、縦長もしくは正方形の解像度に限定されます。今回、ダヴィンチリゾルブでの縦長の動画の作り方を紹介します。では、プロジェクトを新規に作成します。こちらの新規プロジェクトをクリックしてください。こちらにプロジェクトの名前、好きな名前を付けてください。はい。で、ここから動画を取り込んで編集していくわけですが、その前に解像度の設定を行っていきます。こちら右下ですね。こちらの歯車アイコンをクリックしてください。そうしますと、こちらのマスター設定のところにタイムライン解像度というのがあります。ここに Use Vertical Resolution というのがありますので、こちらにチェックを入れてください。そうしますと解像度が縦長の解像度に変更されます。もし他の解像度に変えたい場合にはこちらのプルダウンから選んでください。まあ、通常はこのままでいいと思います。そうしましたら保存をして閉じてください。今回ショート動画としてあまり向かないかもしれませんが、先日紅葉の公園の中を散歩しましたので、その動画をカットし、繋いでショート動画を作りたいと思います。ではまず、メディアプールに動画素材を取り込みます。左上のメディアの読み込みをクリックします。はい、素材をこちら。まあ、複数選択して取り込みもできます。選んで開くを押してください。で、プロジェクトフレームレートを変更しますかという、まあ、こういったボックスが出てくる場合ですけども、これは動画素材のフレームレートとプロジェクトのフレームレートが違っていると出てきます。撮った動画のフレームレートに合わせたい場合には変更をしてください。では、タイムラインに動画を取り込んでいきたいと思います。タイムラインの取り込みの方法は2つあります。1つは、クリップを丸ごとタイムラインに配置して、配置した後に不要なシーンをカットする方法。もう1つは、取り込みたい領域を指定してから取り込む方法。この2つがあります。これはケースバイケースで使い分けてください。では、クリップ丸ごとを取り込んで、不要なシーンをカットする。その方法を説明していきたいと思います。では、メディアプールから動画の素材をドラッグ&ドロップで配置します。で、再生の方法ですけども、スペースキーで再生、停止することができます。ちなみにこちら、タイムラインが2つありますけども、上が全体のタイムラインを示していまして、下は拡大した領域ですね。編集するところの拡大のタイムラインが表示されています。で、タイムラインの移動ですけども、あとこちら、この赤い再生ヘッドと呼ばれるものがありますけども、これをドラッグ&ドロップでこう移動させたり、また好きなところにクリックすると瞬時に移動することができます。ではこの動画の先頭を削っていきたいと思います。その方法ですけども、クリップを選択しまして、クリップの先頭のところにカーソルを持っていきます。そうしますと、このようにアイコンの表示が変わります。はい、このように片側に鍵マークがついたような状態。この状態でドラッグ&ドロップで右側にドラッグしてください。
そうするとこのように動画を削ることができます。ちなみにこちらのアイコンですね、オーディオトリムというのはありますけども、これはオンになっているとこのように波形を見ながら削ることができます。これをオフにすると波形が表示されません。音声波形を見ながら見た方が編集しやすいので、通常これオンにしておいた方が良いと思います。はい、でこちらお好みの場所にクリップを調整してください。続いてクリップの分割ですけども、こちらのハサミのマークがありますので、クリップしたい位置に再生ヘッドを持っていきまして、そこでこのハサミのボタンをクリックしてください。そうするとこのように動画が分割されます。で分割した後、削除したい方ですけども、選択してバックスペースもしくはデリートキーを押すと削除することができます。はい、この動画の後ろも同様にドラッグ&ドロップで調整することができます。では続いて部分的なクリップの取り込みについて説明していきたいと思います。では素材のところですね、こちらダブルクリックをします。ビューの方に素材データが表示されます。こちらも同様に再生ヘッドがこのようにありますので、まず取り込みたい位置に再生ヘッドを移動させてください。はい、で決まりましたらそこで I キーを押してください。そうすると陰点というのが設定されまして、この陰点の左側がグレーアウトされます。で今度アウト点を設定します。はい、このあたりにしましょうか。ここで O キーを押してください。そうするとアウト点が設定されます。これで取り込みたい領域を設定することができました。この状態でこちらのビューアーの動画のところですね、ここからドラッグ&ドロップでタイムラインの方に配置してください。そうすると指定した領域のところだけが取り込みされます。同様の作業を繰り返しまして、クリップを追加していってください。では今度はタイトルを追加したいと思います。左上のタイトルアイコンをクリックしてください。そうしますとタイトルやテロップで使えるエフェクトの一覧が出てきます。でこのサムネイルのところですね、上でホバーリングしますと、このようにカーソルを移動させるとタイトルのアニメーションを確認することができます。まあ、これを見て使いたいタイトルを選んでください。今回はこのドロップインというのを使っていきたいと思います。これをドラッグ&ドロップでタイムラインの方に配置していきます。まあ、このように動画の上に配置することもできますし、この途中で挿入することもできます。まあ、今回一番最初のタイトルとして入れたいので先頭に入れていきます。で少し長いのでこれ調整して短くしたいと思います。だいたい3秒ぐらいにしたいと思います。このドラッグしてるとこの時間が出てきますので、これを見ながら調整を行ってください。そうしましたら、このタイトルですね、再生してみますと、今このようにサンプルという形で表示されています。この文字を変えていきたいと思います。クリップを選択しまして、この右上のインスペクターをクリックして、このパラメータの調整の画面を出してください。でまずこちらフォントを変えてください。今こちらフォント、英語のフォントになっていますので、日本語が表示できません。ですのでこちら、日本語のフォントに変えてください。はい、今回 MSP 明朝にしたいと思います。はい、でタイトルですけども、秋のお散歩というタイトルにしたいと思います。あとサイズで大きさを調整してください。はい、ではもう一度再生して確認を行ってください。今度はトランジションを入れていきたいと思います。トランジションもこちら上にトランジションのボタンがありますので、こちらクリックしてください。同様にこちらこのサムネイルのところマウスでこうなぞるとアニメーションを確認できますので、まあ、使いたいトランジションを選んでください。まあ、今回はシンプルにクロスリゾルブを使いたいと思います。これはドラッグ&ドロップでこの動画の間に配置してください。そうするとトランジションが設定されます。はい、では再生して確認してみましょう。このようにじんわりとこう移り変わる、まあ、そういったトランジションを追加することができました。でもしこれ適用しても適用できないという場合には、
動画を少し削ってください。まあ、このように縮めてください。トランジションというのはのりしろがないとこの移り変わりのところが表現できないため、まあ、このように削ってそののりしろを作ってあげる必要があります。削ってあげるとトランジションを適用することができます。では続きまして、 YouTube のショート動画は60秒以内にする必要があります。その確認方法ですが、こちらビューバーの右上の方にありますけども、こちらにタイムラインの時間の長さが表示されています。一番左から時間、分、秒、そしてフレーム、まあ、そういった単位になっています。この場合ですと19秒、20フレーム、まあ、そういった長さになっています。もしくはこちら、タイムライン一番最後に持っていきますと、こちらにも同様に時間を確認することができます。そうしましたら今度は BGM を追加したいと思います。説明欄に無料の BGM 配布サイトを紹介していますので、まあ、そちらから好きな BGM を選んでダウンロードしてメディアプールの方に取り込んでください。まさにこちらメディアプールに取り込んであります。BGM の場合は少し動画の方と異なりまして、ドラッグ&ドロップでこの上ではなくてこの動画の下の方に配置します。そうしますとオーディオ1という形でオーディオ専用のトラックが追加されます。効果音も同様にこの下の方に配置します。もし複数を置きたい場合にはこのように下の方にどんどん追加することが可能です。はい。で、あと音量の変更ですけども、まあこちらインスペクターのボリュームのところでこのように下げてもいいですし、こちらツールアイコンがありますので、ツールアイコンを選択して、こちらのオーディオのところですね。ここでも変更することができます。まあこれ変えると同じようにこちらも変わりますので、まあどちらか使いやすい方で音量を変えてください。はい。では、最後に動画の最終確認をしたいと思います。こちら、右上にフルスクリーンというのがありますので、これをクリックしてください。そうすると全画面で動画を再生して確認することができます。では、動画を再生して確認します。終わりましたらエスケープキーを押すと元の画面に戻ることができます。で、確認して問題なければ最後に書き出して YouTube の方にアップロードしていきます。その方法ですけども、こちらのクイックエクスポートを選択してください。そしてこちら YouTube の方を選択してください。そしてこちら直接アップロードというのをチェックを入れてください。もしこちら出ていない場合にはアカウントの登録を行ってください。その方法は、こちらのダヴィンチリゾーブの、こちらの環境設定のところで、このインターネットアカウントのところですね。こちらをクリックして、こちら YouTube のところをサインインして、紐付けを行ってください。はい。で、直接アップロードを選択して、で、タイトル、好きな名前をつけてください。で、ショート動画の場合は、ショーツというタグが必要になります。はい、このように。シャープのショーツ。で、こちら説明欄でもタイトル、どちらでも大丈夫です。どちらかに入っていれば大丈夫です。はい、これで書き出しを行います。で、注意としまして、このフォルダーとかファイル名に日本語が使われているとアップロードが失敗してしまいますので、日本語が入っていないフォルダーとファイル名を指定してアップロードをしてください。アップロードの方終わりました。で、もう一つのやり方として、このデリバーページで同様の作業を行うことができます。で、こちらですね、上の方で同じように YouTube のプリセットがありますので、これをクリックして YouTube にアップロードすることができます。で、こちら使うとより細かい設定ができるようになります。で、ただしこちら使う場合の注意点として、こちら Use Vertical Resolution ですね。これがチェック外れていますので、このチェックを入れるようにしてください。あとは、この設定確認して、同様に直接アップロードする場合にはこういうチェックを入れて、タイトルにショーツという
タグをつけてアップロードすれば同様にアップロードすることができます。はい、いかがだったでしょうか。この動画だけでざっくり取り込みからアップロードまで紹介しました。まあ、60秒という短い時間ですので比較的編集も練習しやすいと思います。もしもう少し詳しく知りたいという方は説明欄に初心者向けの解説の動画リンク貼っておきますので、そちら見ていただければこちらのカットページの編集方法についてもう少し詳しく知ることができます。はい、ではショート動画で収益化目指して頑張ってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。